たちが今まで開こうとしてた農園を見に行って、で、ああ何もなくなっちゃったっていうので1ヶ月くらいかな、うん、そうですね。何にもする気にも一切なれなくて、ただ日々暮らしてるっていうような感じだったんですけど、食に関して僕らはそのなんだろう、生きるっていう基本のなんか、うん、大切さっていうのを改めてその時に実感したっていう部分があって、そういったところで、お弁当 を開こうかっていう、おばあちゃんの世代の人たちなので、まあそのおばあちゃんたちが作ってる弁当ってことで、おばあちゃん弁当、ただあまりおばあちゃん弁当って本人たちの前で言うと怒られるんですよ。まあ安否確認じゃないですけど、まあそういったのも含めて手渡しでお弁当を、配達して食べてもらおうっていうことで、で今度の来年の1月くらいからはそれがスタートできればいいなっていうふうに思っていて、公益財団法人の浦上食品さんの、支援、震災復興支援事業の中の、まあ、食育関連の方で採択されまして、まあ、1人当たりの利用者さんの負担金額は300円、元気で好きなことやって好きなこと言って長生きしてもらいたいなってやっぱり思ってるんで、まあそういった部分から始まったとは思うんですけど、たくさんの野菜を使ってヘルシーなお弁当に仕上がってますんで、それは基本のお弁当で、まあ、一応もいただければ胸焼きする弁当も作りますので別にそこはあれなんですけど、長生きしてる人たちが作る弁当なんで長生きすると思います今回、まあ、60歳以上の方で、一人暮らしの方でも、二人暮らしの方でも、一食300円でですね、お弁当の配食をさせていただきたいと思っております。一人で自分で作って面倒くさい方とか、ちょっと最近お野菜が取れてないっていう方とか、お弁当の方ご注文の方よろしくお願いいたします、ね。はい、僕たちが食事のサポートをさせていただきます。0223-29-3183までご連絡の方のよろしくお願いいたします。待ってます